はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、5月のスマホ決済大型キャンペーンがない状況、今後の使い方は通常の還元率を比較ということで、今回はですね、今日から5月に入りまして、その中でも皆さんお気づきかと思うんですが、スマホ決済のキャンペーンがかなり静かになってきたと思うんですよね。で、まあ、ある程度予想はされていたことだと思うんですが、そこでこの動画では、キャンペーンがない中で、どんな感じに今後スマホ決済を使っていけばよいかなど、 ということをで、すねお伝えできたらなと思いますそれででは行ってみまましょううとということで、ま、ずですね、今現在、スマホ決済のキャンペーンを簡単にまとめました。これはいつも僕が日曜日のまとめ動画で使ってるような感じですね。まあ、それにちょっとずつ使い付け加えてるんですけども、これは5月1日現在のものになっております。まあ、これに関しては本当にね、これまでと比べてもかなり少ない印象ですよね。で、5月いっぱいこのキャンペーンの使い方としましては、 例えば、コンビニに行く場合に関しては、D 払いのコンビニ5%から10%還元を5月11日まで使うこともいいですし、もしくは AUPay であれば、ローソンで8倍のキャンペーンやってますんで、まあ、これを使うのもいいと思います。次に、D 払いの生活応援キャンペーンですね。これ10%還元ということで、キャッシュレスシ費医者還元事業の5%のお店であれば、トータルで10%を還元されるということで、住んでる地域によっては、ドラッグストアであったりとか、ちょっとしたスーパーでも使えたりします。まあ、あとは、吉野に関しましては2つのキャンペーン、 ンペンですね。D バレで50%還元キャンペーンとあとは楽天ポイントの抽選のキャンペーンですね。これも5月14日までということでまあ、ある程度使い方としたらまあざっくりとこんな感じかなと思います。でもしクレジットカード作られる方はですね、まあ、JCB カード20%還元とか三菱 UFJ ニコスとかであればまあ、これも20%還元キャンペーンやってるので作成される方はまあ検討するのもいいと思います。まあ、けどですね、やっぱ先ほどもお伝えしたようにもう還元のキャンペーンが本当にねこれまでと比べてもぐっと下がって あったのということと、あとはまあそれも含めて世の中的に今こういったような状況なので、なかなか企業さんもキャンペーン出しづらいのかな？という風な印象はかなり抱いております。そこでここからまあ大事になってくるのは何なのかというところなんですけどもじゃんっいうことで通常時の還元率ということですね。まあ、やっぱり先ほどの還元のキャンペーンに大きなキャンペーンに関しては、もう本当にこう。もう減っている。傾向というのはもう目に見えているので、今後長く使っていく。上ではやっぱり。 普通に使う上で還元率がちょっとでもいい方を使うのがいいのかなと僕は思いますで今回僕がまとめさせていただいたのは町のお店で使う場合の通常時の還元率をまとめさせていただきました そして、ピックアップしたスマホ決済はご覧の通りですね。ペイペイ、a y D 払い、a u ペイ、ラ l i n e 楽天ペイ、メルペイ、ファミペイユーチョペイということですね。主に今回はこれらをピックアップしまして、実際の通常の還元率をですね、出してみたいと思います。じゃんということで、こんな感じですね。まあ、せっかくなので、それぞれですね、まあ、簡単にだけ解説をしていこうと思います。まあ、この、例えば、このペイペイとかですね、0.5%から最大1.5%ということで、なんでこの最大とかがついているのかというところもですね、簡単にお伝えします。例えばこの ペイペイの場合なんですけども以前ですね動画でもお伝えさせていただきましたペイペイステップというのがですね始まりましてこれ簡単に言うと条件を満たすことによって還元率が0.5%プラスされたりさらに0.5%で最大で1.5%まで可能ということになりますでまあねその条件がなかなか強いんですけども普通にペイペイでお店で支払ったらまず0.5%還元なんですよねでこの 還元率をアップさせるためには、例えば 100, 100円以上の決済回数50回以上達成で0.5%がプラスされます。で、それに踏まえて、さらに利用金額10万円以上達成で0.5%が加算されて、これでトータルで1.5%ということになるので、まあ使い方によっては、まあこれネットのサービスも含めてのこの決済回数なので、 ま、あ使い方によっては、この50回以上って意外といけるのかなとは思うんですけども、この10万円っていうのはちょっと難しいのかなっという勝手に思っております。けどまあ、あ0.5%還元でいいやっていう方はですね、普通に使う分には問題ないと思いますね。で、以上がペイペイについてでした。次は D 払いですね。D 払いが0.5%から最大7.5% 5月9日までということなんですけども、それがこちらですね。今出てるように D ポイントスーパー還元プログラムということで、もともと D 払いは普通にお店で決済したら0.5% 2%還元なんですけどもそれにプラスアルファで還元率をアップすることができますで、僕自身は D マーケットと対象の21サービスということでこれにプラス2% が加わっているので、僕の場合は今2.5%の還元を受けることができます。ですけども、これを受けることができるのは5月の9日までとなっております。これもね、少し前に動画にもさせていただいたんですけども、今度この5月の10日から D ポイントのスーパー還元プログラムがガラッと変わります。まあ、達成条件なども含めて、ざっとこの出てるような通りなんですけども、この条件を全部満たすことによって、 でちょっとと右下小さくて申し訳なないんですすけども最大プラス7%還元となります、まあ、この7%に関してはその前の部分と変わりはないんですけどもそれをクリアするための条件がですねまあなかなかちょっと厳しいのかなと思いますなのでまあパッと見た感じドコモユーザーとかもしくは D カードを持っている方であれば場合によってはクリアすることができるのかなと思いますね 以上が D バラについてでした。次は AU ペなんですけども、これは通常の還元率が200円で1ポイントなので、これで0.5%還元となります。ですが、今現在ですね、ちょっと通常の還元率っていうのはちょっと話がずれてくるとこではあるんですけども、現在ちょっとキャンペーン中ということもあって、それがこちらなんですけども、これもね、まとめ動画でもちょくちょくお伝えをしている部分ではございます。 ここの部分ですね。どこでもポイント2倍ということですので、200円で2ポイントか。なので、まあ1%還元となるので、まあ aupay を使われる方であれば、どこ行っても、まあ1%還元を受けることができますよということですね。で、期間はもうすでに始まってて、いつまでっていうのは決まってないんですけども、まあ長く使えるのであれば、まあこの aupay を使う、どこでも決済してもいいのかなとは思います。以上が aupay についてでした。次はここですね。LINEPay0%、ビザ LINEPay レカ必須という ということで、結構ですね、ここは今日からいろいろ始まったので、少し話ごっちゃになってる部分はあるかもしれないんですけども、ここも簡単にお伝えします。それがこちらですね。以前ちょっとまぁこれもね、動画でもお伝えしたことあると思うんですけども、見ていただきたいのはこちらです。スマホ利用残高での支払い方法として、コード支払い、もしくは正規書支払い、オンライン支払い、タッチ決済、各行 Google Pay ということで、 これに関しては還元率が0%還元になってるんですよね。ですが、右見ていただくとわかるように、特典クーポンに関しては一応もらうことはできます。なので、一応まあまあ、そんなにクーポンを含めれば、 使えないっていうことはないと思うんですけども、普通にどのお店で使っても0%還元となります。ですが、ここを見ていただきたいんですけども、チャージペイということで、これも少し前お伝えしたと思うんですが、これ簡単に言うと、今左側に出てるような Visa Line Pay クレジットカードを作成された方であれば、まあ 簡単に言うと、まあ、連携することによって、コード支払い、請求書,書支払い、オンライン支払いの還元率っていうのが、まあ、右に出てるような1%から3%還元。もうさらにそれに加えてクーポンをもらうことができるということですね。なので、まあ、当この l i n e イをずっと使われてる方で、還元率を上げたいっていう方であれば、もう基本的にはこの v i s a l i n e ペイクレジットカードが必須となってくるということですね。ということで、以上が l i n e ペイについてでした。次に楽天ペイなんですけども、まあ、楽天ペイはね、<laughs> ご存知の方多いと思うんですけども、気がついたら、通常の還元率が0%還元となっている、なっていたんですよね。なので、ま、楽天ペイの還元率を1%でも上げるのであれば、楽天ポイントが貯まるお店であったりとか、あとは楽天のクレジットカードを紐付ければね、ま、常時1%なので、ま、いつも通りの1%受けることができますし、もしくは、楽天の期間限定ポイントであったりとか、楽天キャッシュをお持ちの方であれば、楽天ペイでもま、使うことができるので、ま、使えないっていうわけでもないので、もしね、 ポイント使いたいっていう方はこの楽天ペイ使うのもいいと思いますそしてメルペイですねこのメルペイに関してはもうどこでもね決済してももうこれまで通りの0%還元ですねけどまあメルカリの売上金とかがまあ使えるのでもしそれが溜まってるっていう方であればまあ消費するにはまあメルペイ使ってもいいのかなと思います次にファインペイですねファインペイに関してはもう通常決済しても0.5%還元となりますまあ、最近では一部の銀行口座とも連携できるようになったりとかもしてるのでまあファインペイに関してはまあ徐々にね還元率は0.5%還元なんですけども使える 幅がちょっとずつ増えてるかなという印象ではありますそして なんといっても、みんな大好き、y o u t u b e でございますね。まあ、これは安定の0%でございます。以上が、それぞれのスマホ決済の通常の関係率についてでございました。でですね、まあ、僕なりの今後の使い方を簡単にこちらもまとめさせていただきました。まあ、ざっくり4つなんですけども、まず1つ目なんですが、もしスマホ決済を今後も使う場合なんですが、もう基本的には、まあ、これまで通りと言ったら言い方変かもしれないんですけども、まあ、大型のキャンペーンなどがあれば、もうそれに乗っかるっていう、その時だけ使うっていうのが一番いいのかなと思います。 まあ最近はほんと10%、20%関係もちょっと厳しくはなってくるとは思うので、もしそれが開催されるっていうのであれば、まあその時だけ乗っちゃうっていうのは全然ありですね。次、一つを使い続ける、統一するため条件達成ということで、まこれに関しては今お伝えしたことをまとめるともうほんとこんな感じかなと思います。 もう、とにかく、スマホ決済いろいろごちゃごちゃ使うのが本当に大変っていう方に関しては、ずーっと PayPay 使うっていうのは全然ありだと思います。D 払いを使い続けるであったりとか、もうその方が管理がしやすくはなってくるので、もう一つを使い続けることにもうそれに特化するだけでも全然いいと思います。で、それにプラスアルファ、ちょっと条件達成したいなっていう、まあ PayPay だったら、100円以上の決済を50回し,し,したりとか、まあそういったのもあるので、まあそれも踏まえて、まあとりあえず一つを使い続ければ、比較的まあ管理もしやすいし、使いやすいのかなとは思います。次3つ目は、所有のクレジットカード 1%, 1ということで、もうこれはね、ほとんどのスマホ決済の最、最低の還元率が0.5%還元からなので、まあ、基本的にはクレジットカードって1%還元が多いので、まあ基本的にもクレジットカードずっと使い続けてもいいのかなと思います。ちなみに僕は、これまたちょっと動画にしようかなと思うんですけども、先日作った Visa ラインペイクレジットカードが1年間だけ3%還元なんで、 僕はもうそこを使おうかなと思います。そしてこちらもいいですね。これも少し前動画にさせていただきましたけども、ビザプリペイドカードでおなじみのキャッシュですね。キャッシュに関しては1%還元なので、クレジットカードを使いたくないであったりとか、スマホ決済だとちょっとめんどくさいなっていう方がいらっしゃれば、もうプリペイドカードのこのキャッシュずっと使い続けるのもいいと思います。まあもちろんね、クレジットカードと紐付けたらさらに、クレジットカードの還元とキャッシュの還元それぞれ受けることもできますので、まあ全然このプリペイドカードのキャッシュ使ってもいいのかなと思いますね。まあ一応ですね、この今お伝えし したことなんですけども今下にも出てるように住んでる環境であったりとか普段使う場所っていうのは人それぞれ全然違うので一概にこれが一番いいっていうのが僕的にはちょっと言いにくいとこではあるんですよねなのでまあこの4つの条件にまあどれか当てはめてまあ自分なりにこの方法このやり方が一番いいのかなっていうのをそれぞれご自身で考えるのが僕的には一番いいのかなと思います まあそんなこんなで今回は5月からのスマホ決済の今後の使い方ということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。 まあね、本当に冒頭でもお伝えしたように、キャンペーンはかなり静かにはなったんですけども、なんちゃかんちゃ使い方によってはお得な使い方もあったりはするので、僕的に全然スマホ決済は、まだまだ今後も使うかなとは思います。あと、一応先にお伝えしておくと、ちょっとキャンペーンのまとめを動画のちょっと最初の方にお伝えはしたんですけども、一応また日曜日にまた僕の方でキャンペーンまとめて動画にしてお伝えをしていこうかなと思いますので、それもぜひ楽しみに待っていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。 ご視聴どうもありがとうございました。 はい、ということで、今日はですね、ちょっとツイッターにもつぶやいたんですけども、LINE のポイントクラブっていうのがですね、始まりまして、前からが終わって今日からスタートしましたポイントクラブですね。まあ、これ実際皆さんいかがでしたかねご自身のランクっていうのが出てきたと思うんですけども、僕も実際に出てきました。じゃんということで、僕はシルバーランクでございました。本当にね、今までちょっと l i n e p e かなりサボりがちということだったんですけども、けど今回からまあ導入されたチャージペイのおかげで、Pay の還元率が1.5%還元で、 で、特定のクーポンを3枚ももらえたんですよね。なので、僕的には今後はちょっと LINEPay またうまく使っていこうかなと思っております。で、一応ですね、LINEPay に関してはまたちょっと改めて動画にしようかなと思いますので、まあそれもですね、ちょっと楽しみに待っていただければなと思っております。ということで、ありがとうございました。